さあ、行っちゃいます。清水太一です。はい、どうも、清水太一です。今日は、みんなコロナで家に引きこもって、運動がしっかりできてない、どういうトレーニングをしたらいいかわからないっていう人が多いと思うので、今日は、初心者のみんなに分かるように、腹筋のトレーニングをね、正しいフォームでやって、自分がどこまで限界までできるかっていうのを、やっていきたいと思います。まあ、腹直筋っていうのは、ここに、まあ、みんなが言うシックスパックがあると思うんですけど、まあ、まずみんなが床でよくやっているクランチ、普通の腹筋っていうのは、腹筋の上部を鍛えるものがメインになっていると思います。結局骨盤の後傾があると腹直筋の下部にも効くようになるので、そういう場合は足上げ腹筋、みんなが言う V シットみたいな、そういう動作を加えると下部が鍛えられます。で、今回は上部をポイントしてターゲットしてやる正しい腹筋をお見せしたいと思うので、それで限界を目指しています。やってる絵的にこれ腹筋なのって思うかもしれないんですけど、腹筋上部には相当効く種目なので、ぜひ皆さんもね、第1種目目にねこれをやってみてほしいです。ではフォームを見せていきたいと思うので、まずはね、一番大事なのは呼吸なんですよね。大きく吸った後に吐きながら吐き切って収縮させる。で、フィニッシュポイントはここで終わりです。で、これで1回です。みんなみたいにこう起き上がるみたいな、そういうことやらなくていいです。まずはこの、上部だけをターゲットにした腹筋をやってみてください。じゃあちょっと一旦お手本を見せます。息を吸って吐くときに、ここの胸骨、胸の下のあたりから尾底骨、これをくっつけるように、くっつけるようなイメージをしてください。で、吐きながらそれを行います。限界までやります。
限界っす。で、カブなんですけど、カブは骨盤をしっかり後傾させるっていう動作をね、意識するために足上げ腹筋みんなやってると思うんで、それをやっていきたいです。足はこうクロスさせた方が安定するんで、じゃあ足上げ腹筋をちょっと限界までやります。これもやっぱ呼吸大事で、上げるときに吐きながら上げる。で、ストーンって下ろさないでゆっくりネガティブをかけながら呼吸を吸って下ろす。でそれ本当呼吸が大事なんで、そこを意識してみてください。では行きます。足上げ腹筋限界までやりたいと思います。行きます。皆さんは、1セットね、15回から20回ぐらいを目安にして、ウェイトを乗っけるなり、重量調整をして4セットぐらいずつやるようにしてみてください。はい、では今日は、正しいフォームの腹筋でどこまで限界までできるのかというのをちょっと検証してみました。本当はね、ベンチとかあると足上げ腹筋の場合もっとストレッチがかけれたりとか、家だとなかなかそうもいかないんで、ソファーの下に足を引っ掛けるとか工夫をしてみてください。あとそうですね、やり慣れちゃった人も自重じゃ今の自分みたいに50回とかいっちゃうんで、何か負荷をねかけれるようなものをね、ゴムでもいいんで足に引っ掛けたり、手で持ったりしてね、何かに引っ掛けてやってみるのがありだと思います。そのうちマシンも使った、ハードコアなトレーニングを見せていけたらなと、解説できたらなと思うんで、ぜひこれからもよろしくお願いします。この動画が良かったと思った方はチャンネルボタン、グッドボタンよろしくお願いします。じゃあまた。